はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は6月5日、水曜日でございます。水曜日はね、クリーニングの日でございますけどね。今日はクリーニング行っておりません。取りに行かなきゃいけないです。いっぱい出してるんでね。大変なんですけどね。なかなかね、腰が重いんですよ。あのね、私、水曜日のですね、3時以降に行くんですね。そうするとですね、非常にですね、関西は箕面の出身のですね、大阪のおばちゃんがいてですね、結構ね、気さくなんですよね。で、それ以外の時はですね、なんかもうツンツンしたね、人がいるんですよ。多分社員だと思うんですけどね。ツンツンしてんですよ。なんかね、なんか更年期障害かもわかんないな、みたいなぐらいの感じでね、なんか機嫌が良くないですよね。だからね、一応ね、水曜日になぜ行くかというとですね、秘密はそこにあるんですよ。箕面のおばちゃんがいるという、大阪のおばちゃんね。結構ね、いろいろね、ケラケラ笑いながら話できますからね。そういうことでございましてですね。今日はま、言ってないんですけど、ちょっと、えらい出してますって、30枚ぐらい出してますからね。とりあえず長袖取りに行かないといけないんですよね。ということでございます。それで今日はね、暑かったですよね。なんかね、これがもう今日の空でございますね。雲一つない。27、8度行ってますね。暑かったです。で、今日はですね、実は、インスタでマダムの店見たらですね、これだったんですよ。豚。ね。珍しいでしょ。で、しかも、私、目玉焼き好きじゃないですか。それで、マダムもね、言ってましたけど、今日目玉焼き乗せたから、絶対来ると思ってたとかって言われて、読まれてますよね。あ、で、ここにですね、これ、タケノコの、これ、お漬物あるでしょ。私がですね、マダムに送ったやつなんですけど、美味しかったから、ちょっと、お裾分けとか言って。お裾分けって私があげたんですけどね。な感じですね。で、美味しかったですよ、これ。すごく。ね。これ1000円、税込み1000円ですからね。これちょっと安すぎるんですよ。1200円くらいすればいいのになと。まあ、いつも私アイスコーヒーとか、今日はアイスコーヒーだったんですけど。まあ、コーヒー飲んであげるんで、それは200円なんで、1200円にはなるんですけどね。まあ、立地が良くないから安くしてるのかもしれないですけど、ちょっとね、せっかくまだも味付けすごい上手なんで、もうちょっと倍価上げてね、食材をこう、豊富にした方がいいかなと。これは美味しかったです。ね。今日マダムこれ原価率高いですよね。すいませんね。美味しかったですね。で、声優の前の花屋さんなんですけど、これほら、ひまわりがすごいでしょ、咲き誇ってるでしょって聞いたらですね、これ帝国ホテルのですね、ロビーに、今飾ってある、その、なんていうんですか、いけてあるですね、ひまわりと同じものらしいんですよ。帝国ホテルね。ね。ということらしくてね。ミニ知識ですよね。ちょっと、そういえば、あれですよね。花びらが長いですよね。普通のひまわりよりね。で、この真ん中の辺が、こう、ちょっとね、小さいですよね。あんまり大きいのは気持ち悪いですもんね。だからね、種がボロボロ落ちてきそうでね。種も仕掛けもないっていう、ひまわりですけど。種あるっすよね。で、次これね、これはね、スターチスですね。これも可愛いね、罠ですよね。まあ、この辺ピンボケしてますけどね。どこに焦点が当ててるかよくわかんないですけど、この辺かもしれないですね。それからですね。はい、これですね。カーネーションね。綺麗なカーネーションでしょ。もう、ほんとね。独特なものが今ありますよね。多分これインク吸わしてるんでしょうね、これはね。と思いますけどね。そう、こう別のところから落としたやつなんですけど、380円ですね。これも綺麗ですよね。で、あと、これですね。トルコキキョウっていうらしいんですけど、なんか買ったお花ですよね。クシュクシュっとしたね。なんか、トイペでね、輪ゴムでこう、根っこを締めてこう、作ったような感じの花ですよね。トイペ花みたいな。トイペというか、ティッシュペーパーというかね。ティッシュペーパーフラワーとかやりますよね。なんか小学校とかで、ね、なかったですかね。そういうのがね。と思うんですよね。今日はね、ラブちゃんとですね、ラブちゃんをゴジラに見立ててですね、ちょっと抱き上げてね、都市破壊をね、にゃー、ギャオーとか言いながらね、遊んでました。ちょっとしばらくね、ラブちゃんがキャーギャー言い出して、やめろお前、みたいな。DV ではありません。痛い思いはさせてないですから。ね。でもラブちゃんね。で、その後ね、まあこうね、光線銃で遊んであげたんですよ。立ちますよってやたら。やたら立ちますね。4回ぐらい立ったんだけど、立つでしょ。まあ、こう、スコッティッシュフォールドのね、すごい技ですよね。だって。あよしてよ、みたいな感じですよね。もう一回立つんじゃなかったかな。もう立ちませんかね。諦めて、
光線銃放った。あ、立ちましたね。いや、よく立つでしょう。下半身がね、なかなかしっかりしてますからね。ゴジラみたいですよ。かわいいですよね、この首かしげたとかね。で、これ今ね、光線銃したりね。好きなんですよ、ほら。めっちゃ好きなんですよ。捕まらないことは分かってるんですよね。で、まあ、でも遊んでるんですよね、これね。ダメちゃんね。面白いもんね。今、あれですかね。あ、私の後ろでね、爪研ぎで寝てますね。ということでございますけどね。それだけだからね、ダメちゃんね。機嫌直ったかな。うん。その後、ちょっと、袋にも詰めてみたんですけど、なんですか。トートバッグにね。いやーって言ってましたね。いやーって。今日ラムちゃん災難だったね。ていなことでございます。それで、今日の日経平均株価なんですけど、347円も下げてね、私の含み益もですね、94% くらい。3ポイントくらい落ちましたね。それで、ずーっと下げてますよね、終日ね。38,490円。347円のマイナスね。で、トピックスの方が下落率は、まあ大きいですよね。1.41% 下げて、2748と。なかなかね、2800ポイント超えないですよね。で、グロースはもう安定の下げ。やっぱりね、8ポイント下げてますね。で、為替なんですけど、急激にまた今度ね、円安に触れてます、これ。すごいっすよね。プラス 1.237 円ですね。やっぱりね、こう、円安、やっぱこう圧力かかりますよね。それから、さ、CFD も日経の先物も、そうですね。まあ、プラス券ですけど、ちょこっとですね。あとは、10年債の利回り、あ、1%。ついにね、1% まで落ちましたね。これはもうね。だーっとね、これ、これはもう、国債がね、国債を買い支えたんですね。多分ね。それまでこう、ぐーっとね、ここら辺まで下がったんですけど、1% 以下まで 0.98 にね、これもっと下げてますよね。0.978 ぐらいまでいってますけど、それでもまたこう、ずーっと上がってきて、まあ 1% にね、まあ、ここら辺にいるということですね。まあ大変ですよね、日銀も。これね、あんま上がりすぎて本当気に上がりますからね。だからまあ日銀も追加利上げをしなきゃならなくなるんですよね。日経 VI 恐怖指数なんですけど、17.77 ということで、この恐怖指数はちょこっと上がってますね。うん、そんな感じです。それから、ダウですけど、昨日のダウはまあちょこっとなんですけど、上げて終わったんですよね。140ドルね。38,711 ドルです。で、ナスダックもちょこっと上げて、それからナスダック100も、まあ、53ポイント上げましたね。で、サンズ P500 もちょこっとだけ上げております。でも、まあ、日経は思わしくないというね。ということですよね。それで、今、先物見てますと、プラスですね。結構なプラスです。116ドルとかね。ナスダック100も116ポイントね。プラスですね。いい感じじゃないですかね。よくわかんないんですけどね。始まってみたらまた違うことが起こるからですね。あと、ユーロドルね、1.09 なかなか来ないですね。ドルインデックスは 104.28 ということで、104変わらずですね。原油ね、73ドルね。いや、これはいいですよね。原油はほんと、下がってくれた方が、日本にとってはすごくありがたいですよね。ビックス表示数なんですけど、今ね、12.96 ということで、結構下げてますね。13を割ってるというのは、まあ大変ね、許可ないという、まあそういうことになりますよね。で、ニュースなんですけど、ですね、エリオットね、これ、アクティビストですよね。ソフトバンクグループの株を買い、積みまして、自社株買いを要求してると。あ、そうですか。まあお金ないですよ、ソフトバンクも。なんか売ればいいんですけどね。ということですよね。それから、日経平均続落、円高進行、嫌気って言ってますけど、円高、また円安戻ってますよね。まあちょっと遅れてですよね。で、あとは、円キャリー逆流がキーウだと。ね。円キャリートレードね。で、新興国の政治リスクでも、日本の個人は円売り堅持と。円売りね。タオル缶買ってる。っていうことですかね。ミセス渡辺とか、今は言いませんよね、あんまりね。昔はよくやられてましたよね。それから、オーストラリアね、メタに対して、記事の対価支払い強制をということで、強制するんですね。なるほどね。まあ、記事ね。まあ、そうですね、ニュース記事を、こう、転載しますからね。それはちょっとどうかなと、ただ乗りだということですよね。
あとは、春闘4900社余り、平均賃金、平均賃上げ率 5.08% で、中小企業低い傾向って言って連合が集計してるみたいですけど、なんか中小企業も 4% ぐらい上がってるんですよね。うん。なんでまあ、上がらないより上がった方がいいですよね。4% なら、まあ、物価の上昇分を除いてもプラスですけどね。まあ、ただちょっと遅れますよね。実際のその給与に反映されるまではね。半年くらい遅れるんですかね、あれ。どうなんですかね。官房長官が賃金上昇が当たり前っていうのを社会全体に、その前にね、所得税を引き下げてくださいよ。そうしないと、可処分所得がね、上がらないんですよ。いろいろね、細かくいろいろ負担を強いた上にですよ。ああ、でも社会保険料上がるでしょ。それで、ちゃんと賃金上がったって社会保険料も上がりますからね、同時に。それで、ですからまあ、そういう意味で言うと、まあ、賃金上昇もいいんですけど、あれですね、所得税の減税をね、定額減税とかまあ、だってダメですよ、一回こっきりとか言ってもケチくさいですよね、ほんと。そういうふうに思うんですけどね。ほんと現役の人かわいそうですよね。まあなんか、まあ、ですよ、相続税もなんかいろいろ改正されますし、あ、ましたし、それからあれでしょ、相続の生前贈与、歴年贈与って言うんですか、あれも3年間の分しかね、相続時に、組み入れないと言ってたんですけど、配当じゃないや、贈与の控除ですね。110万円までね。あれをなんか7年にしてんですよね。だから7年以前の分しか、あれですよね。実際の相続が起こった時に、そうですね。節税にならないんですよね。とにかくもう税金取ることばっかり考えてますよね。なんか、レーザーテックが不正会計の、リポートを受けて疑惑を明確に否定したって言うんですけど、これ大変ですよね。レーザーテックはとにかく、あれですね。まあ、とにかく日本のね、半導体の、まあ、製造関連ですね。装置関連の、マーケットでもすごい注目される銘柄ですよね。それが、不正会計ですか。空売り専門の投資家スコーピオンキャピタルは日本時間5日同社株を空売りしていると X に投稿したと。東京株式市場で売りが膨らみ同社株は 7.54% 安の 35,560円。それでも 35,560円ってすごいな。怖いでしょ。これ 7.54 って言ってますけど、実際金額はすごいっすよ、この 7.54 のね。だからこういうカバー持っときたくないんですよ、安眠できないからですね、というようなことでございますね。はい。で、今日はですね、表題にありますようにですね、視聴者さんの方からも、ちょっと地域新聞社ですね、まあ、ご上場してるんですけど、それのですね、まあ、ライツオファリングについて、まあ、ね、ちょっと、どうなんですかみたいな。株下がってますけど、みたいな。って言ってんですけど、ちょっとこれについてね、AD ワークスグループへの影響とかですね、その他について今日はちょっとね、自分の保有銘柄なんで、ちょっとね、見てみたいなと思ってるんですけど、その前にですね、実は、ちょっといくつか月次を見たいと思うんですけど、5月の月次ですね。まずこのユニフォームネクストですね、今日1円上げてますけど、これですね、実は、こうですね、今日、発表があってますけど、これ何時に発表したのかな？何時？15時ね。ってことは明日上がりますね。で、これ一応私は100、ね、20% 近い、118とか、その辺は行くだろうと。これ行かないと株価下がるよっていう話をしましたけど、行きましたね。16.8% と。順調でございます。7億7000万の前年に対して9億円ということで、非常に順調な、売上推移ですよね。これいいと思いますね。5月暑かったですもんね。5月の外況で、当月は平年並みの気温で推移した結果、春夏物の作業服やポロシャツ、あとファン付きの作業服ね。まあこれが結構な人気なんですよね。これの販売が売り上げを牽引したと。その他ヘルメット商品の販売が好調です。ヘルメットって結構売れるんですね。ただし、ファン付き作業服については、今期新商品のハイバックアイテム、ハイバックってどんなんなんですか？の、当月入荷予定分が月末にずれ込んだことで、当月は一部のみの出荷にとどまったと。あ、そんな人気あるんですか？ハイバック。どんなん、この結果、売上高は、前年同月116.8と、本当はだから118ぐらいかもしれなかったっていうことですかね。ハイバック。なんかこれですね、上部にファンが、常識を変えると。あ、そう。あ、ここの上の方にね、下についてますもんね。で、上の方にね、そうするとこの、何ですか、こう脇のところ汗かきますからね。軽い、邪魔にならない、涼しい。
夏のお仕事。これめちゃくちゃしてんですね。腰のファンが作業中邪魔。あ、それあるんですね。これアイデアですね。長時間着るとお腹周りが冷えると。あ、それもありますよね。下しちゃいますよね。今の空調ウェアだと涼しさが限界ということで。まあこれは製品のね、やっぱこう、いいアイデアですよね。そうですか。こういうのがね、めちゃ嬉しいんですね。ここにね。だいたいここ下が多いですからね。いいんじゃないですか。これは売れますでしょ。で、新しいのはとにかく出さないと、やっぱ売れるんですよね。売れないんですよね。だから、バートルも出してますし、なんかあちゃこちゃ出してますね。だからみんな真似するんですよね。こんなの特許取れないですからね。そうっすか。それは良かったですね。まあ、PB でもやってると思うんで、まあ、いいかなというふうに思います。総合評価 4.9 ですね。これは期待できますね。それからですね、百貨店ね、まずあの、高島屋なんですけど、これ、6月3日に出てて、今日まあ、株価下げてますけど、すごいいいんですよ。大阪難波店ですね。プラス 42.8。京都店がプラス 31.5。まあ、これは SC が入ってますからね。それから、日本橋プラス 21.8。それから、新宿店ね、私はよく行くやつですね。28.4。すごいっすよ。玉川まで。二子玉川ね。14.8% 増ということで、トータルプラス 21.6 って、もうすごい。で、それをですね、牽引してるのもインバウンドです。インバウンド、ラグジュアリーブランドですね。これを中心とする高額品が売上高を押し上げてるんですよね。単月としては3ヶ月連続で過去最高をね、更新したんですよ。なんかすごいですよね。免税売上が、前年比プラス 222.9%。これも単純に小売業ですから倍っていうことですからね。だからもうすごいですよ。もう2018年、19年、コロナ前をね、もうすごい越していってんですよね。だから、これ百貨店周りのところの銘柄ですね。いくつか持ってるんですけど、それはね、いいと思いますね。しばらくいいですよね。あとは、まあ、これ百貨店に象徴されるように、ホテル銘柄ですね。これもね、いいと思います。インバウンドはね。これインバウンド需要ですからね。ということですね。あと、J フロントもね、実は、これこのカブタには出てこないですよ。だからこれ投げ込みやってないですよね。こういうところがね、カブタもうちょっとね、工夫したらいいかなと思うんですけどね。なんかブラックロックがなんか参入してるみたいで、それでなんか上がってんじゃないかみたいな、そういう話ですね。J フロントね。まあ、もう PBR 一番あるんですよね。これ立派に評価されてるんですよ。まあ私はね、京都大丸でね、ちょっと、なんかいまいち、レストラン街を見た瞬間ね、と思ったんですけど、ところがですね、これ、百貨店の売り上げね、5月のやつすごいんですよ。まずね、心斎橋ですね、大丸の。54.1% 増ですよ。で、京都店。いろいろ言ってますけど、私は。36.7% 増。すごいです。で、神戸ね。神戸もまあなんか大丸すごいらしいんですけど、17.8% 増で。あと札幌がいいですよね。20.7% 増ですね。で、松坂屋もなんかこの改装やってる影響もあるんですけど、それでも 11.4% 増ということで、なんか好調ですよね。百貨店事業 21.3% 増ということで、いいですよね。で、ここはですね、同じようにインバウンドなんですけど、この免税売上ですね。名古屋と、まあ神戸と京都、これが高い伸びを示して、対前年比でですね、276.4% ってことですから、まあ3倍近い伸びをしているということですね。客数は、まあ5割増ですよね。なんですけど、客単価も5割増だから、そういうことになってますよね。過去最高を更新したと言ってますね。調子いいっすよね。百貨店は、いよいよね、有望業種に返り咲いてきたんですよね。まあね、インバウンドでね。で、もっと大事なのはですね、私にとって。まあこれ J フロントは私、優待でしか持ってないんでね。まあいいんですけど。こっちですよ。パルコ。パルコね。で、パルコもですね、実は結構いいんですよ。ダメなとこダメですけど、もうこれひばりが丘のパルコとか閉めた方がいいんですよ。私知ってますけど、これどうしようもないです。吉祥寺のパルコもいらんかな。なんか小さいし、なんか下に映画館だし、いらんかなと思いますけれど、札幌のパルコ 18.3% 増。あと、まあ、売上の大きなところで池袋パルコですね。これ 25% 増ですね。もともとセゾングループですからね。池袋強いんですよ。それから、まあ、渋谷のパルコね。これがすごくて 39.4% 増ですね。で、あと、すごいのが心斎橋のパルコね。大丸もね、心斎橋良かったですけど、52.7 ということで、大阪の心斎橋、道頓堀あたりに押し寄せてるんですね。インバウンドが。というような感じでございまして。そうするとですね、これ連想ですけど、このジャパンアイウェアホールディングスね。これがね、いいんじゃないかなと、私も思うんですけど、マーケットも思ってると。いうことなんですよ。で、ここね、まあ、
いいんですけど、ちょっとこれ、ログミで、ですね、これ、まあ、金子眼鏡と49とあるんですけど、まあ、金子眼鏡はすごいね、眼鏡ですよ。優秀なんですけど、サバエの会社ですね。で、ここには、訪日外国人数の回復に伴うインバウンド需要の取り組みということで、こう面白いのが、2020年の1月は中国がもう半分以上占めてたんですよね。ところが、この2024年の1月は、中国がもう、これ、雰囲気では4割ぐらいですよね。その他の国なんですよ。ね。その他の国。なので今すごい、そういう意味で言うといいですよね。で、中国からの訪日客の需要が戻ると、インバウンド売上収益もさらなる向上が期待されるって言ってますけどね。まあ、メガネね、すごい有名みたいなんですよね。金子眼鏡ね。というようなことで、まあ中国にね、ちょっと、やっぱり、来てないんで、出店してこっちから出ていこうということなんですけど、あんまり出店しない方がいいと思うんですけどね。ほんと。金子眼鏡。なんか中日ビル店にオープンしたとか言ってますけど。ここね、基本的にはですね、向こうから声がかからないと出ないという主義なんですよね。で、自分からね、出店させてくださいはないんですよ。そうすると、高い賃料取られるでしょ。ただでさえものすごく儲かるんですよ。金子眼鏡って会社は。あらり高いですよ。なんですけれども、その、賃料についても非常に厳しくて、とにかくブランド価値を重視するんですよね。金子眼鏡さんね。なので、向こうから声がかかる。向こうから声がかかる場合は、いや、その賃料ではちょっとうちは出れませんっていうわけですよね。でもやっぱ、金子眼鏡ブランドになっていってるんで、やっぱこう、声がかかるんですよ。そうすると金子眼鏡だけのね、特別条件が出るんですよね。こう、麻布台ヒルズとか入ってるでしょう。だからおよそのテナントよりも、ずっとね、売り場の家賃が安いと思うんですよ。あと、それからですね、そのパルコのお話しましたけど、ここね、渋谷のパルコね、まあすごいね、伸びてるところですよね。30% 以上伸びて。で、ここにもまあお店入ってるでしょ。なんで、この金子眼鏡ですね、いわゆる百貨店も回ることあるんですけど、基本的には百貨店はね、もう、百貨店もブランドなんで、譲らないでしょ。だどちらかというと、賃料水準を譲ってね、それでもいいから出てくださいみたいなところに、出店してるんですよね。なんかね。だから、まあ、こういうのを見るとですよ。まあ、きっとね、金子眼鏡もインバウンド相当いいだろうな、というふうにね、思えますよね。大体こう、もうサイトが英語ですもんね。デフォルト。だから海外のね、インバウンドをね、すごい意識してるということで、まあ、金子眼鏡の株価もこうやって、ちょっと上がっていくということですね。まあ、あとね、ここ、私はもう、ここはもう5000円を狙ってるんですよ、5000円。いくと思いますよ。ということでね。それで、本題のですね、地域新聞ね、これなんですけどね、これはなかなか、なかなかの、これ、ちょっとチャート見てみようかな。チャート見ると、なんか、ここら辺で、1030円までビューっていっちゃうんですよ、3月12日ね。ほんで、ドワーッと落ちてきて、ちょっと上がったんだけど、またこう、バーッと落ちて。大変でしょ、これ。で、ちょっと前、1547円で割ったんですよね。これ、2020年以前なんですけどね。なんかね、まあ、この辺、2022年あたりで AD ワークスが、CVC のね、ベンチャーキャピタルですよね。エンジェルトーチっていう会社をですね、AD ワークスが、ま、作ってですね、それで、ま、なんていうんですかね、出資をしてですね、で、まあ、ベンチャー応援したいっていう趣旨ですよね。で、出資してるんですよね。で、まあ、その時の確か価格はですね、407円とか、402円とか、その辺だったと思います。後で出てくると思いますけどね。まあ、ちょっとね、面白い動きをするんですよ。でも、これね、実態があんまないんですよね。なぜかというと、まあ、見てください。PR89.7 倍、PBR6.19 倍でしょ？で、地域新聞社って、どう考えても、千葉とね、千葉でしたっけ？そうそう、千葉と埼玉の一部170万部のね、タウン紙配ってるみたいな。どう考えても伸びしろがないなと私は思うんですけど。まあね。で、お客さんもね。一応、なんですかね。黒字は出るような予想なんですよね。8月が、まあ、決算期末ですね。それで、一応、第2四半期の累計が、まあ、3000万とかの営業プラスなんですよね。まあ、プラスはいいことなんですけど。まあ、悪くはないんですけど。まあ、ちびっとですよね。それで、ここですね。一株純資産70円ぐらいしかないんですよ。まあ、よく言って80円、90円ぐらいですかね。で、しかも自己資本はですね、1億7000万ぐらいで、剰余金はマイナス3億3000で、クリソンですよね。で、もうちょっとクリソン増えたら、これも自己資本食って債務超過になりますね。で、負債もあるんですよ、2.36 倍。まあ、2.36 倍っても、この自己資本に対する 2.36 なんで、まあ、大したことないで、もう銀行貸さないですよね、これ。大変なんですよね。っていう会社なんですけど、それでまあ、ここはですね、
順番から言いますとですね、まずまあ、これ決算ね、3月ですか、発表されて、まあ、ちょっとね、ストップ高になったみたいですけど、うん、まあ、なんか、何がいいかよくわからないって、いきなり5月3日にですね、臨時株主総会の開催及び、不議案の決定に関するお知らせっていうのが出たんですよ。まずね。で、当然これに伴うね、定款の一部変更、それから、このノンコミットメント型ライトオファリングに関するお知らせと。で、ついでに特別損失の経常見込みに関するお知らせと、それからですね、なんか、業績数値も出てるんですよね。で、その上で6月4日になってですね、まあ、もう2日しか経って、新聞、地域新聞社が続落ということで、ライトオファリング発表で、需給悪化に懸念みたいなことで。それで、その後ですね、エディワークスね、まあ、お金出してる大株主ですよ。が、このノンコミットメント型のライトオファリングに関して反対の意向をですね、リリースしてるんですよね。それが、今日ですね。ということで、まあ、ちょっと一連の流れをね、まあ、見ていきたいと思うんですけれど、まずこの臨時株主総会ですね、今ね、代表取締役社長はね、この地域新聞社、細谷勝俊さんなんですよね。で、この人ですね、もともとは、あれですよ、エディワークスの、CFO ですね、財務責任者だったんですよね。で、この方がですね、そうですね、まあ今社長をやってるんですけど、エンジェルトーチで出資して、そのままこの社長になったということですよね。で、ですね、2024年の3月7日付、臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせにおいて、24年3月31日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをしてたと。だけど、本日開催の豊島区会で臨時株主総会開催日及び場所並びに、不議案について下記の通り決議したと。ということで、6月28日にね、臨時株主総会を開くんですよ。で、その内容はですね、定款の一部変更ね。それからね、退任取締役の退職慰労金贈呈の件なんですよね。これ誰かわかんないですよ。退任取締役って。細谷さんだったりしてね。わからないんですけど。で、第3号議案は、ノンコミットメント型ライツオファリングにおける当社第7回新株予約権の無償割当ての件と。そして、第4号議案に今後の戦略に関する基本方針の件ということなんで、これをね、株主総会にかけるっても変な話ですけど、多分、この細谷さんが、まあ、この会社ですね、の社長になってから、まあ初めて社長やりますからね。でね、この会社をね、自分でこうコントロールしていきたいなという気持ちを強くしてるんじゃないかなっていう感じがちょっと第一感しました。それでですね、定款のまあ、一部変更ですね。これはね、何かっていうとですね、まあこの臨時株主総会ね、6月28日に行われるね。で、まあ、いわゆる、自己株の取得の規定を新設、なかったんですね。で、それをすると。で、まあ、いうことですね。まあ、それは悪くないですよね。それからですね、大量取得行為に関する対応策、買収防止策ですね。これは2022年10月24日で、まあ、こう、今やってるんですけど、当社のですね、財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針に照らして不適切なものによって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとしての当社株式の大量取得行為に関する対応策、これをね、まあ導入しましたと。これで定款にね、まあ盛り込みたいということですよね。ということなんですよ。で、なんでそんな必要があるのかなっていうと、まずエンジェルトーチってエディワークスですよね。まあ出資して応援したいということなんで、そもそもね、そもそもはそういう意図なんで、もし敵対的なのがあるとしたらですね、これですよね。このマイルストーンキャピタルマネジメントね。でも 7.79 なんですよね。で、これ、かなり前からいるんですけどね。これ。この近間幸文さんっていう人は創業者です。で、この人 26.72% これね、2021年の8月末時点で持ってたんですけど、マイルストーンキャピタルマネジメントは 8.44%。だから逆に言うと減らしてきてますよね。だから、ピュッと上がったところで売ってんですよね。だと思うんですけどね。なんで、これがですね、22年の中間まで、近間さん、マイルストーン。それで、22年の8月ですね。これが嫌だったんですよね、マイルストーンキャピタル。近間さんはね。ぐちゃぐちゃ言うんですよ。9.41 まで引き上げてますよね。で、これなんで引き上げたかっていうと、エディワークスがね、これエンジェルトーチってエディワークスの、まあ、ベンチャーキャピタルなんで、買うことになったんで、近間さんから株を譲り受けたんですよね。で、今 29.98% っていうことですよね。もうちょっと減ってるんですかね、直近だと。
27.61 に、なんか減ってますよね。これなんで減らしたのかな、よくわからないですけど。なんか、ちょこっとここら辺で減らしてますよね。まあ、30% ぐらいあったのを、まあ、ちょっと減らしたというような格好になってますよね。それで、ですね、この定款の変更に加えてですね、退職慰労金、ね。誰の退職慰労金かわかんないですけど、特別損失を計上する見込みって言ってるでしょ。で、1600万なんですよ、退職慰労金。それって、特損に計上すべきものなんですかね。まあ、まあそうですね。利益規模からいくと、そうかもしれないですけどね。退任取締役は、まあ誰かちょっとよくわからないですけど、まあ、招集通知が来ればわかると思うんですけどね。まあ、要は、まあ、上記の特別損失は本日公表しております、8月期第3四半期決算に織り込んでると。で、2024年8月期の通期業績予想については、新聞発行事業、ヒューマンリソース事業。派遣やってんですかね。の売上高が基調予想を上回り好調であることと、コスト適正化によって利益率が改善していることから、営業利益は通期業績予想を上回る見込みですと。もう言い切ってますね。で、それがですね、これですよね。これ。こういうのをこの時点で出すの不思議なんですよね。速報値ってね。まあ、臨時株主総会あるからですよね。で、まあ、ちょっとこのノンコミットメント型のライツオファリング、この話はちょっと後でしますけど、ですね、この業績ですね、こんな感じですね。売上はですね、そう、前第三四半期に比べて6000万増加して23億円。で、営業利益は8000万増加して、まあ、赤字からね、6200万の黒字。それから、経常利益も9600万円。まあ、赤字から黒字に転換して5200万と。で、純利益段階でも黒字を計上できるというようなことを言ってるんですね。換算前とか言っても、まあいいんですけど、こういう見込みなんですよ。だから、まあ相当見込み、まあ立ってるんだろうなと思うんですけどね。それでですね、まあ、さっきみたいに、繰り越し損失ありますよね。あれなんとかしたいところなんですよね。そういうことがあってですね、まあ、そのライツオファリングね。ライツオファリングをやるというようなことになったんですよね。これライツオファリングのね、Q&A なんですけどね。ちょっと見づらいんですけれど。ですね。ライツオファリングっていうのは、既存の株主ですね。に、株式をですね、例えば、一株につき一株。割り当てる行為をですね、ライツオファリングって言うんですよ。だ新株予約権をまあ割り当てるわけですよね。基本的には単元が、まあ1単元100株なんで、基本的には100株、ということになりますよ。単位としてはね、最終的にはね。でも、一株につき一個って言うんですよね。この場合の、新株予約権の場合はですね。それで、ノンコミットメント型とですね、コミットメント型とあるみたいなんですよ。で、これですね、これ SBI のですね、ここでちょっと詳しく書かれてるんですけど、ライツオファリングの種類というところで、これですね、まあ、ノンコミットメント型ライツオファリングっていうのは、発行会社ですね。これはこの場合は地域新聞社です。で、主幹事証券会社との間で引き受け契約ね。これを締結しない。つまり、普通は、まあ、コミットメント型っていうのは主幹事証券がですね、まあ、一旦引き受けるんですよね。で、まあ、資金を得るということですよね。ですけど、締結しない、資金調達手法だと言ってるんですね。で、どんなことを言ってるのかというと、実はここのですね、ノンコミットメント型のライトファリングとっても面白くって、これ100株保有してる人いるでしょ。んで、まあ、ここ二人いるんですけど、これ、平等に割り当てられるんですよ。ですから、まあ、まあ、言ってみれば、エンジェル統治にも同様に与えられるんですよね。持ち株分のね、新株予約権ね。で、これをですね、例えばこの100株保有してたら、その100株分、新株予約権ね、平等に割り当てるんですよ。で、この新株予約権をですね、行使しますと、普通株式100株になるんですよね。だから株数が増えるんですよ。で、この時点でですね、まあ、会社にですね、お金が入るという仕組みになってですね、この普通株式に転換した場合。それで、もう一方はですね、これですね、割り当てられてるんだけども、別に権利行使をしなくてもいいんですよ。で、そうすると権利が消滅すると。で、会社にお金も入らないと。証券会社経由でお金入ってくるんですよね。というようなのはですね、ノンコミットメント型ライトオファリングなんですよね。で、もう一つはですね、コミットメント型ライトオファリングというのがありまして、これはですね、発行会社、この場合は地域新聞社ですよね。これが、主幹事証券会社との間で、まあ、引き受け契約を締結して、発行会社の資金調達をコミットする。つまり、もうね、お金これだけ用意しますみたいな。そういうことなんですよ。
で、未行使の新株予約権はってありますけど、権利行使期間満了まで行使されなかった新株予約権でごちゃごちゃと書いてますけど、簡単に言うとですね、未行使の新株予約権もですね、さっきは消滅だったでしょ、ノンコミットメント型。これ消滅しないんですよ。消滅せずにですね、その証券会社がですね、まあ、要するに、まあ、普通株式に変えてですね、それで、要するに、まあ、なんていうんですかね、まあ、市場で売却するなり、そういうことが、まあ、できるというようなことですね。この新株予約権自体も、なんかね、期間中ですね、そのオファリングの期間中に、市場で売却することもできるみたいですね。で、行使しない、行使する、市場で売却するというような、まあ、3通りぐらいあって、まあ、ノンコミットメント型ですよ。でも、コミットメント型はですね、この、ここらはまあいいですよね。ケース1の場合は、新株約100個割り当てて、100個って言ったら100株ということですね。で、この100個の権利を行使して、普通株式には、これ一緒です。で、それからもう一つはですね、権利を行使しない場合はですね、これ、交付財産受領、新株予約権100個分ということで、これ証券会社の、まあね、ものになるということなんですよね。なぜ、証券会社が保証してるんですから、コミットしてるんですから、ね。というようなことになるんですよね。まあそんなところがですね、非常にこの、ややこしいところなんですよ。コミットメント型っちのとね、そうじゃないのとのね、違いがあるみたいなんですよ。私もね、詳しく知らないんですけど、これでですね、まあ、何が言いたいかというとですね、この、ライトオファリングですね。これはですね、実はエディワークスも過去何回もやってきてるんですよ。それで、それをですね、まあ、主導したのがですね、今、その地域新聞社の、まあ、代表取締役社長になっている、細谷勝利さんね。お顔はですね、お顔はですね、こんな顔してます。こういう顔ですね。こういう人です。こういう人ね。で、この人ですね、群馬県出身ですね。それで、今58歳。脂が乗ってますよね。で、1990年に筑波大学を卒業して、例の小佐野健治とか有名な国際工業ね、あれに入社してんですよね。変わったとこ入社しましたよね。しかしながらですね、その後すぐですね、まあ、いろんな上場会社とか、外資系ですね、それのですね、スタッフ部門っていうふうに言ってるんで、まあ、どういう部門かよくわかんないですけど、まあ、とりあえず財務のプロ、みたいな感じで、まあ、活躍してんですよ。ほいでですね、こう22年ですね、エディワークスグループ専務の取締役 CFO になってでしょ。だから財務戦略をずっと主導したんですよね。それでですね、これ、商品詳細のとこ、これね、この人ね、実は、本出してるんですよ。ね、面白いですよ。どんな本かというとですね、これはナリジワーカーですけど、マルデンね。マルデンがやってですね。資金調達の壁を打ち破るライトオファリングメソッド、スモールカンパニーの成長戦略っていうのをね、細谷勝利さんと、それからライトオファリング取材班、これでですね、共著で2019年に、日経 BP 社からね、本出してるんですよ、本を。ああね。うん、まあ、息がいいですよね。それで、この著者がですね、まあ、これ AD ワークスの常務取り、この時は常務取締役 CFO ですよね、2019年。で、その後専務になって。だから、あれですよ、すごくいい人を、まあ、なんかビジネススクールのファイナンス特別講義もやるくらいですから、すごいこの手のことに詳しい人なんですよね。で、そういう経歴を歩んできた方だというふうに思うんですよね。なんで、まあ、うん、そうですね、なんですかね、エンジェルトーチみたいな、コンプレートベンチャーキャピタルやろうって言ったのも、多分この人じゃないかなと思うんですよ。AD ワークスの田中秀夫さんにね。で、そういう、こう、幅を広げていくべきだ、みたいな。ね。そういうことなんですよね。で、中小企業にとってですね、ライトオファリングこそが最も適した増資手段だ、ということで、公募増資とか第三者割引として、まあ、こう、希薄化しますよね。で、株価下がりますよね。そうじゃなくて、まあ、要するに、すでに持ってる方に同数を割り当てると、その代わり、対価をいただきます、みたいなね。それが一番いいよ、ということで、時価総額の小さい企業を成長していくための一つの道筋として、ライトオファリングという手法の利点を詳細に解説した本らしいんですよ。そういう本を出してるんです。で、実際に、AD ワークスの事例とかね、これを、まあ、こう書いてるんですね。まあ、そこまではいいんですよ。ははは、ね。と思うんですよね。だからまあ、優秀な方なんですよね。なんでまあ、まあ、田中さんも、まあ、優秀だなということで、おそらくね、こう、採用されたんだと思うんですけど、これね、まあ、ちょっと見ていただくとわかると思うんですけど、この、まあ、要はいくら払ったら、その新株予約権普通株式に、転換できるかというと、
これ339円ですね、今のところ。ただし、2024年6月27日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の割での 50% に相当する金額が339円を下回る場合ですね。この場合には、当該割での 50% に相当する金額かける100個。まあ、単元ですからね。プラス更新に関する証券会社に支払う手数料ね。これを、ね、お支払いいただくというようなことなんですよ。ですから株価がですね、下がってくれるとですよね。それの、50% なんでね。いいでしょう。これ600数字は言ってたんですよね。だからこれ半額で339円なんですよ。ところがですね、これ、まあ、エディワークスはですね、どう言ってるかというとですね、これですね。これエディワークスが出したし、ね、田中秀夫さんが出した資料なんですけど、ここもう普通財務責任者、エディアンツの細谷勝利さんになっちゃうんですけどね、もうこれ財務責任者いませんね。経営企画の部門長ですね。それで、こうね、言ってんのは、24年6月3日に、当社の持ち分法適用関連会社、地域新聞社ね、ノンコミットメント型ライトファンに関するお知らせを公表したと、その中の筆頭株主の動向において、地域新聞社の筆頭株主である当社完全子会社株式会社エンジェル投資の意向が本ファイナンスに対して反対の意向と記載されておりますと。あ、そうなんだ。ね。で、エンジェル投資及び当社が現時点で本ファイナンスに反対するに至った背景は以下の通りですということで、まあ反対してるんですね。それはですね、ある意味もっともなことで、地域新聞社から本ファイナンスの計画について報告を受けたのが、予定されているニュースリリースの2営業日前の2024年5月30日。はは。であったと。なるほどね。で、地域新聞社は現時点において、通常の事業運営に支障がない財務状況にあるじゃないかと。で、なんでそんなことしなきゃいけないんだと。本ファイナンスも地域新聞社によると、資本業務提携とか M&A、それから AI、ソフトウェア研究開発、リソースの拡充等の積極的な資金使途であり、差し迫った資金需要に対応するものではないと。つまり、とにかくなんかもうちょっと危ないから、なんとかね、資金調達してしのごうというような状態じゃないということですよね。これからの話だと。で、資金調達手法はライゾファリング以外にも幅広く存在すると。まあ、例えば社債とかね。そういう方法もありますよね。これらの、まあ、背景を総合的に勘案して検討したものの、2営業日という時間的制約の中で、これだから仕組まれてますね。細谷さんが仕組んだんですよね。だと思います。その中ではですよ、地域新聞社の資金調達に際して、ライズオファリングが最善であるとの論拠を見出すに至らなかったと。ね。よくわからんと。なんでそんなことするんや、みたいな。一方で、地域新聞社には5月30日時点で6月3日までに結論を出すことは極めて困難であることを伝えていたんですね。だけど、やると。ね。ということなんですよ。それで、現段階では賛成できないと。オンファイナンスに反対する旨を6月3日に通知したって言ってるんですよね。で、当社としては今後地域新聞社と協議して本ファイナンスに対する方針の見直しとか、エンジェル投資が保有する地域新聞社株式の、ここね、大事ですよ。処分も含めて、ね。幅広い選択肢を視野に検討する方針ですと言ってますね。この地域新聞社っていうのはですね、どういう経緯かというと、ですね、これね、だいぶ前のやつなんですけど、これ、クイックマネーワールドなんですけどね。これ2020年の8月23日ですね。この時に株式の売り出し並びに主要株主ある筆頭株主及びその他の関係会社の移動に関するお知らせの開示情報が出ましてですね。この時山田純さんね、この人が社長さんだったんですね、地域新聞社の。今は、細谷勝俊ね、さんになってますけど、この時の株式の売り出しですね、つまりは、ここにありますように、近間幸文さんね、この方がまあ創業者です、地域新聞社のね。それで、57万1700株持ってたんですよね。それで、売り出し総額はですね、2億3211万。しけてますでしょ。だけど、この一株がですね、406円だったんですよ、この時の。売り出し価格は。これで、要するに立ち上がりで、これね、取得してるんですよね。相対取引で。いやー、参ったなと思って。でしょ?で、この時、エンジェル投資の代表取締役社長は、細谷勝利さんなんですよね。だから、このコーポレートベンチャーキャピタルですね、要するに進めたのは、多分ね、細谷さんでしょうね。で、細谷さんは地域新聞社の社長になったんで、で、まあ、それをですね、再生させようということでですね、でもエディワークスで頑張った方がいいと思うんですけどね。だけど、これって、ちょっとね、まあ、言ってみたら、このエンジェル投資の、まあ、もちろん親会社は 100%、
レディワークスなんで、この細谷勝利さんね、で、地域新聞社に、まあ、の社長になって、こう、エンジェルトーチからどうなったかわからないんですけど、まあ、やっぱりですね、なんか、関係強化ということで株価も上がったんですよね。こう、ほら、地域新聞社、大幅促進、レディワークスの関係強化に期待があってあるでしょ？そういうことなんですけどね。なんですけど、やっぱりね、なんかが働いてんですよ。それで、一番それよくわかるのはですね、これですね。今日なんですけど、田中秀夫さんの名前でですね、連結子会社の取締役辞任に関するお知らせって言ってますね。エンジェル投資の社長だったでしょ？細谷さんね。で、下記の通り取締役の辞任届を受理したということでお知らせいたしますと。上場会社の社長やって、で、やっぱりこう自分がね、この社長をやり続けていきたいなっていう思いがすごい強いんだろうと思うんですよ。きっとね。ということで、だけどまあ一方でね、これやり方がいかにもですよ。二日でね、チャージし、もうほとんど通達に近いですよね。またもう、AD ワークスっていうか、まあ田中さんもね、腹立ちますよね。なので、エンジェルトーチの、取締役を解任してるんですよ。ということは、この、細谷さんがこの地域新聞を買おうって言い始めたと思うんですよ。どう考えても。で、地域新聞社って、それほど私は伸びる事業とは思えないですよね。で、田中秀夫さんこれ、なんでうんって言ったのか、それだけよくわからなかったんですけど、まあ、ある意味この細谷さんが、そうですね、まあ、使われてる立場よりも、やっぱりトップに立ちたいというようなことで、まあ、そうですね、買収したんじゃないかなと思うんですよね。でもね、ちょっとね、ババ引いてるなと思うんですよ。で、第一ですよ、エンジェル同士はですね、処分するかもしれないって言ってるわけですよね。で、エンジェル投資が処分すると、株価はね、大体これ何、どのぐらい持ってるか 27% ぐらい持ったでしょ。ですから、もうそれをですね、売却するとですね、えらい株価は下がります。それで、まあ、エディワークスもですね、この処分っていうことがあって、それでですね、株式の評価損が出る可能性がありますよね。それでまあ株価は軟調なんですよね。なんですけどね、これね、ちょっと見てみますと、何しろ2億円ぐらいでしたから。買った値段が。だからまあ400円でしょ。半分の200円になったとしてもね、1億円しかマイナスしないんですよ。評価損がね。だこれがですね、そうですね、資産型でですね、投資有価証券ね、ここにまあ入ってるわけですけど、7億7114万しかないんですよ。で、このうちの2億円強がですね、まあ要するに地域新聞社の株式だと思うんですよね。だから場合によったらですね、もうその、引き受けて、それで、まあ言ってみたら自分たちが買った価格より低い価格で、まあある意味その、増資をすることになりますよね。で、多分その細谷さんとしてはですね、その、あそこの繰越し剰余金のマイナスですね、あれをね、まあ消したいんだと思うんですよね。まあ、いろんなね、M&A の資金とか言ってますけど、まあとりあえず財務をね、財務をなんとかね、しなきゃまずいなと。いうことだと思うんですよ。で、このマイナストーンキャピタルね、敵対的買収のところはこいつですね。こいつがなんかやらしいなと思ってるんですよね。このライフライン24グループもなんか、妙ですもんね。なんか不、いろいろこう、もごもごしてんですよ、これ。なので、まあちょっとね、このエディワークスとしては、ひょっとしたらですね、この地域新聞社を全部もう売却するかもしれないですね。そうなってくると、株価は大きく下がるかなと。だって、僕は2億円ですからね。2億円なら、で、今これ499円でしょ。で、まあ、売っていっても別に全然問題ないですよね。だからこれ、地域新聞社がわーっと下がる可能性ありますよ。本当に。それで、初期のですね、自分たちが予定してる、その、ほぼほぼ木産のこう、資金調達額ってあると思うんですけど、それいかないと思うんですよね。で、そうじゃなくて、多分 AD ワークスを離れてですね、これエンジェルトーチにも売らせたいんだと思うんですよ。そして、どっかと話ができてるんですよ。それはマイナストーンキャピタルかもしれないし。まあ、どっかわかんないんですけど、中広っちのもようわからんすけどね。まあ、そういうことがあると思います。それで、この AD ワークスから離れてですね、それで、要するに、まあ、この地域新聞社、俺がね、大きく、なんですか、改善させてやるぞ、みたいな。AD ワークスも俺がやってやったんだ、みたいなことを、要は、本当に言っとるわけですから。多分、そういうような、気持ちがね、細谷さんにはあるんじゃないかな、というふうに思うんですよ。でも、もうエンジェルトーチのね、役員を、まあ、脅されましたから、エンジェルトーチ金子さんになってますよね。で、取締役に落ちてんですね。細谷さんね。まあ、ダブル大社長まずいだろうっていうことで、エンジェルトーチの社長になった代わりに、平取りに落ちてるんですね。で、これを解任したっていうことは、
この株主総会で役員の選任がどうなってるかですよね。エディワークスもね。でも、上場会社の、まあ、できんことはないんですけど、まあ、田中さんですよね。再任。それから、鈴木さんね。リクルートコスモス出身のね。この人ね。それから、あとは、金子浩二さんね。まあ、伊藤忠出身ですね。大東建託にもいたんだ。それから、山下春康さんね。住友不動産ね。出身ですね。それから、あとは、室谷泰造さん。ここ NTT ファシリティーズ出身ですね。SBI にもいたみたいですね。それで、関山守さん。丸紅出身ですね。これは社外取締役ですけどね。だからもういないんですよ。この間あった総会で、要するにもう、細谷さんは、専務取締役まで行ったんだけど、いなくなっちゃったんですよね。だからまあ、あれですね。エンジェルトーチの、まあ、代表取締役社長をやったんで、まあ、結局もう役員から外したんですよね。で、まあ、エンジェルトーチの平取は、まあ、その、親会社との関係の上で、まあ、兼任したんですけど、それもまあ、そのね、この件で、二日しか時間を与えないで返事しろみたいな。だって、ダイツオーバリングですよ。要は、優勝で、まあ、要するに、株主に平等に割り当てるというね、手法ですよね。で、それを決めてですよ。で、どっかと組んでる可能性あるじゃないですか。だね。だから、難しい話なんですよね。で、会社に買い取らせるっていう選択肢が AD ワークスにはあるんですけど、自社株をね。地域新聞社のですね、この、なんていうんですかね。これ、ちょっと、お金がね、お金がですね、こう4億7000万ぐらいしかないですよね。まあ、ですから、まあこれ、まあ、片値段で買い取らせるのは難しいことになるかもしれないですね。だから、ひょっとしたら、ですね、ライトオファリングの仕組みだと、終値の 50% ですからね。だからまあすごいね、どの株主にとっても、まあ、行使すれば有利になるんですよ。お金を半分払えば終値のね、半分払えば簡単に言うと、新たに同数の株数を得ることができるっていうのは、悪い話じゃないでしょ。だけど、それはもうみんなが行使したら希薄化しますよね。でも、とんでもないこう PBR ですから。ね。これ危ないですよ、ここの。この株はどうなるか、よく、さっぱりよくわからないですよね。で、多分ですね、これ、リワックスどうするのかなと思うんですけど、反対してますでしょ。それするとですね、株主総会で、ただメジャーが取れるかどうかですよね。それがわからないですよ。これね、27.61 まで落としてるんですね。59万株でしょ。そうするとですね、どっかと組まないことにはですね、これ阻止できないんですよね。反対ですから。でももう2日しか時間を与えなかったっていうのは何が何でも強行してやろうというのがね、まああるわけなんですよね。しかしながら、もうこれもうね、完全に決裂してます。多分ね、細谷さんが、まあやっぱこう、地域新聞社に行った時点から、ちょっと関係性が良くないですよね。だって2019年に本出して、エディワークス俺が復活させたんだみたいなね。そういう要素に本を書いてるわけでしょ。あんまり面白くないですよね、田中さんもね。そういうことかなと思うんですよね。だからなんかちょっとね、うん、怨恨の線があるかな、みたいな。怨恨か地上のもつれか、みたいなね。ね。それ刑事じゃないですけどね。刑事物好きですからね、私もね。うん。怨恨の線が考えられるな、これは、みたいな。殺し方が異常だ、みたいなね。まあ、そういうことなんですけどね。まあね、財務戦略参謀だったわけですよ。その人が、まあ、ね。要するにこの、もう、ね、親会社と話し合うこともなくですね、一方的にもう、ダーンとやるぞって通達しちゃったって、どうせお前らわからんだろうみたいなね。そういう感じですよね。でもね、この、細谷さんもですね、その、全くその、臨時株主総会を開いてですよ、6月28日開くんですよね、今月ね。だけど、通らないことをやらないと思うんですよ。多分、そうですね。このマイルストーンとか、どっかと話ができてんじゃないですかね。ある程度。じゃないとそういうことはしないですね。この基本的にエンジェル土地大臣。一番ね、問題はね、この中途半端なね、出資比率が良くなかったんですよね。ほんと。もっと。そうですね。まあ、51% 持ってればもう最高だったんですよね。で、少なくともまあ、総会開けなきゃいけないっていうのは、
特別決議に当たるかもしれないですよね。まあ、ある種増資ですからね。まあ、ですから、33.4、まあ、4? くらいまでは最低でも持っとくべきだったと思うんですけど、ちょっとその辺がね、なんか、これもいい、なんかその、細谷さんが仕組んだんで、この、地域新聞社をね。そこもなんかちょっと意図されたところがあるような気もするんですよね。まあ、エニワークスとしては大した金じゃないんで、2億円なんて。まあ、別に、言っちゃいいとは思うんですけど、うん、まあ多分エリワークスとたもとを分かってですね、俺が社長でこの会社をやっていくんだっていう風なところで、マイルストーンと話ができてたような気もなんかせんことはないんですよね。ははは、そんな感じがするんですよ。それにはこいつがちょっと目の上の単行部だな、みたいな。そんな風に思うんですけどね。よく分かんないですけど。まあそういうことで、ございましてですね。これなかなか目が離せないんですよ。ただし、じゃあ AD ワークスがすごく影響を受けるかというと、今お話しましたように、まあ2億円なんですよね。で、まあ要するに買った金額がね、ボカはね。でも、とはいえですね、この決算短信ですね。これちょっと、株価が上がってますんで、400円の時からはね。それは反映されてると思うんですよ。だからまあ、どうですかね。まあ、ポカはそうなんですけど、この今の時価でいくと、もうちょっとあるかな、というふうに思うんですよ。27% でしょ。まあ、3億円ぐらいあるかもしれないですね。だけど、まあ、これがね、仮に目減りしたところで、まあ、1億5000万とか、まあ半値になったところでですね、まあ、エリワークスの今のバランスシートであれば、何の影響もですね、与えないというか、まあ、そういうふうに思いますし、あとですね、エリワークスはですね、そうですね。これ第一四半期ももう絶好調なんですよね。売上高78億でしょ？プラス 13.7。これ1、3月期なんですけど。これで営業利益は 2.1 倍でしょ？ 6 億円ですよ。これ儲かる会社になってきました。それで、そうですね。まあ、今期、まあ、こうね、十分な剰余金もね、ありますしね、50億ね。それで、まあ、借金多いんですけどね。でもま、キャッシュも97億ありますし、あと、そうですね。通期の予想30億ですから、まあ、こう30億出てきてですね。それで、これ借金をね、まあ、できるだけ返済したいと思うんですよね。で、ここの株価が上がらない要因っていうのは、この借金の多さですから。2.24 倍ね。174億の 2.24 倍あるわけなんですよね。これが一番大きいんですよ。だと思うんですよね。でもまあ、借入金をまあ返済していくことが、まあ、できればですね。まあ、借入金いるんですよ。やっぱね、収益不動産を買って、で、それをですね、バリューアップして売るとか、まあ、あるいは、まあ、自社ブランドのマンションですね、作って、で、一棟売りするっていうような、そういう商売やってますから、と思うんですけど、なんていうんですかね、これはまあ、財務的に言うと、なんか心配はいらないのかな、と、思いますね。なんで、ちょっとやっぱりその、地域新聞社のところのね、ああいうことは、ちょっと田中秀夫さんにはちょっと、難しいかなと思うんですよね。だからやらない方がいいですよね。超借りがですね、336億、1828万あります。この336億の超借りと、それから、まあ、単借り部分ですね。これがまあ36億くらいありますんで、まあ、400億もいかないですけど、まあ、307、8億くらいのまあ借入金があるというところが、まあ、問題っちゃ問題です。っていうのは、金利が上がっていく。フェーズにありますからね。まあ、ということで、まあ、今後ですね、まあ、返済を進めていかないと、まあ、きついのかなというふうに、まあ、思うんですよね。なんで、まあ、配当より多分返済に回っていくことが、まあ、多くなっていくんじゃないかなと思うんですけど、まあ、えらい、こう、収益がね、ずっと伸び続けていってるわけなんですよね。うん、まあ、6億、9億、13億、24億、30億、まあ、ね、手売り上げもずっと伸びてきてますんで、これはね、問題ないかなと、本当借金だけですよね。ただし、ですね、これ見合いがありましてですね、ここにですね、販売不要不動産が394億もあるんですよ。で、これね、一棟売りは需要があります。で、まあ、都市部でやってますからね。まあ、問題ないと思いますね。これはその、まあ、要するに借金の分がですね、これ、販売用不動産に、まあ、化けてるということなんですよね。まあ、土地とかは、まあそこまでは持ってないのかな。そうですね。まあ、有給資産はそんなないんですよね。まあ、やっぱこの販売用の不動産がまあ大きいということですから、まあこれはね、まあいい、それです。いいのかなというふうに思うんですよね。
けど、借金は返したいですよね。だからすごくね、投下資本利益率とか、そういうことをですね、まあ意識しながら、まあエディワークスね、経営やってますよね。だから私としてはですね、まあ今回の問題は、まあちょっと、細谷さんに、田中さんね、してやられたって感じですよね。多分そうだと思います。多分細谷さんもですね、その、まあ 27% とはいえ大株主でしょ。こういうこう、エディワークスにですね、砂かけるようなことをして、ただで済むとは思ってないと思うんですよ。ね。なので、どっかの話ができてると思います。で、この増資をやって、で、まあ、資本関係をきれいにしようということだと思うんですよ。で、まあ、とにかく、エディワークス追い出したいんと思います。だから、結構バトルんじゃないですかね。そんな感じがしますけどね。このマイルストーンっていうところがね、このマイルストーンっていうのがですね、もういっぱいあちこちに登場してるんですよ。これ。これね、IR バンクなんですけど、これマイルストーンキャピタルマネジメントの投資先一なんですけど。まあ、とにかくね、毎年毎年ね、ずっと投資していて、今10銘柄投資してますけど、結構メジャー持つことが多いですよ。31% とか 19% とか。アーバネットもね、14% まで持ちましたし、あと天傘ね、これもね、持ちましたよね。で、ここ地域新聞社行ってきますね。過去の、そうですね、こう、いわゆる、こう、保有株実績大きいですよね。エディワークスも、これ持ってたんですね。今でも持ってんですかね、エディワークス。エディワークス、マイルストーンいるかな？マイルストーンいないですね。うん。っていうことは、マイルストーン抜けちゃったということはですね、マイルストーンと細谷さんで、まあ、話ができてる可能性も、まあ、疑いは、まあ、否定できないかなみたいな。怨恨の線かなみたいな。地上のもつれではないな、みたいな。いっぱいやってるんですよ、富士正規だとかね。こう、すごいでしょ？もう、ヒロタとか、サンキャピタルとかも。なんか、どうでもいいような会社結構ってやってますよね。まあ、そういうような感じなんですよ。アトラグループね。あ、そう。あ、売ってるんですね、これ。まあ、なんか面白い。面白いですね。でも、これ減らしてますけどね、地域新聞社。まあ、ちょっと動きがよくわからないですけどね。とてもこれちょっとね、残念なケースですね。まあやっぱ細谷さんが、そうですね。やっぱりこうなんか、どれでしたっけ？細谷さんの、あれ、お顔。これかな？この人ね。この人ちょっとやっぱり、上場会社の社長になったんでね。気分いいっすよ。でもごちゃごちゃ言われたくないな、あとじいさんに。そういうことでね。ひょっとしたらちょっと、まあ、読み切れなかったのかもしれないですよね。まあ、親父は何でも言うこと聞いてくれるぐらい思ってたかもしれないですよね。そうなんですよ。22年の3月までは、専務取締役 CFO だったんですよね。で、エンジェル統治の代表取締役社長ですごい、なんか信頼を扱ったってことなんですよね。1965年12月16日までで、完全な猫派。私と一緒ですね。動物が好きで、獣医になろうとしていたこともあると。ペットは猫のランマル。女の子。うちはラブちゃんですけどね。ということでね、この人のね、ちょっと反乱っぽいでしょ反乱っぽいと思います、私ね。というふうに、まあ、思う次第でございます。ね。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記。まあ、本日はここまででございますね。まあ、やっぱりね、いろいろね、上場会社って面白いですよね。だけど、なかなかこのノンコミットメントとコミットメントと両方あるタイツオファリングっていうのはね、勉強になりますよね。しかしながら。この地域新聞社もね、買おうとは思わないですね。いくらね、終わりでの半額で買えたとしてもですよ。いらないな。これから買う人も OK らしいですから。興味のある人は買ったらいいかなと思うんですよね。一応マーケットで証券会社を通じてね、権利を取引できるみたいなんですよね。まあそんなことなんですけど、まあよくわかんないですね。まあ私は、エディワークスに対する影響を考えるんですよね。地域新聞社はね、この人いくら頑張っても難しいと思います。先細りです。ね。そんなもんね。やれていけないっすよ。というふうに私は思っております。株価だけが一人歩きしてるって感じですよね。まあね。あ、そう。大阪のおばちゃんね。大阪のおばちゃんはですね、実はですね、また今日病院行ってですね。で、病院でね、ちょっとお話がございますって言われたらしくて。息子さんにね、電話かかってきたらしいんですよ。いきなり。あんたなあ、聞いてや、もう、ひどいんやで、もう、大阪の大学病院言うのは。どうしたん、お母ちゃん。いや、それがな、もう、まあ、うちは血管がねじれてるのは、まあ、いいにしてもやで。なんや、結構、なんや、こう、血管に、脳の血管に
なんやこう、塊が、ちょっとしたこう、塊が、なんや、血管が詰まるかもしれんような塊があるみたいな話やったやろ？そやな。うん、うちもな、カーブスとか言ってな、うん、同年代とな、傷の舐め合いして、この話も随分したんや。な。ほんでもう、みんな心配してくれてな、もう、大丈夫ですかみたいなな、言うてくれても。ほんまな、大阪のおばはんたちはな、みんな、あったかいで。あんたもな、まあ、まあ、な、一応心配してくれるからええけどな、弟あかんわな。もうほんま、そうなんやけど。で、お母ちゃんに何が言いたいの？いや、そやから、大阪の大学病院やね。もうな、結局、なんか今日すいませんって言うのよ。ね、お母ちゃんに。そやから何がすいませんですかって聞いたんや。そしたらね、なんか実はその、血管がねじれてるのは、ところはあるんですけど、それが別にまあ、なんかこう、にわかに問題ではないんですけど、脳の血管に、こう、詰まりっていうか、詰まってはいないんだけど、詰まったら脳梗塞やわな。そうじゃなくて、なんかこう、粒があるみたいな話。あれな、なんかとにかくな、なんか機械の血管やったらしいねん。機械の血管かメンテナンスの血管か知らんけど、あれは間違いでした、言うねん。ドラウンもう、お母ちゃんよかったやんか。いや、そりゃよかったけど、大阪の仮にもやで、大学病院やで。そんなもん、メンテのなんか不具合とか、なんか間違いやったんで、これまでのな、うちの何日間かの心配をな、どないして保証してくれんねんって言うたで、うち。な、もう金に換算するとな、莫大やで、って言うたで。だから、本日訂正して、こうやって謝ってる次第でございまして、別にお金がどうのこうのという話をされてもですね、大変困ります、言うんや。冷たいやろ？な？帰りのお車代1万円ぐらいくれてもええと思えへんか？お母ちゃん、一般のな、企業さんとかそんなんやないから、な？そらもそんなもんやで、な？だから、まあよかったやんか。まあそうやな、よかったけど。じゃあまあな、一応な、大学病院がな、いまいちこう信用できへんからな。ちょっと今度町医者の方行ってな。マッチ医者言うたかて、脳やったらあれやで。やっぱこのスキャンするなんか装置とかいるで。だからちょっと大きめのとこや。そこ行ってな。で、もう一回ちょっとな、検査してみるわな。うん。もう大学ではあかん。もうなんかあれやで、なんか若い兄ちゃんとかがもうよく来てんねん。もうで、なんや、こう、熟練のな、こう、なんちゅうの赤ひげ先生みたいなな。そういうのがな、もう担当してくれんねん。もう、そやからもうこういうことが起こんねんよな。大阪やったらええ加減やで。いろいろ。そやからな、東京に負けんねん。な。でも、医師もあかんよ、きっと。ままじゃな。なよ、わからんことをね、おばちゃん話し出して、息子さん、ふんふんと聞いてたと。いうことで、まあ、とりあえずですね、血管がなんか詰まったりするっていうことは、まあ、なさそうなんで、まあ、男のおばちゃんよかったですよね。ほんと。というようなね、作り話ですからね。言っときますけどね。本当ですかって言わないでくださいね。ということでございます。中川家ね、見てください。面白いですから。本当ですかね。すんごい凝ってますよね。まあ、というようなですね。適当な、なんか、大阪のおばちゃんも出てくる。ね。私の日記ですから、個人的な。で、それを公開してるというだけですから。まあね、波長が合う方しか見れないと思うんですけど、まあ、波長が合えばですね、チャンネル登録していただいて、高評価ボタンも押していただいて、お願いしますね。あとは、まあ、メガリクエストね。まあ、ちょっとこれ、保有メガラ今日ね、ちょっとやんなきゃいけなかったから。あれですけど、まあ、なんですかね、メガリクエスト、こういっぱいいただいてるんで、まあ、ちょっとね、明日あたりできればね、ちょろっとやりたいかなというふうに思っておりますんで。そういうことで本日もね、長時間のご視聴、誠にありがとうございました。ではでは。